おはようございます。今日は6月15日木曜日、朝4時半です。どんよりと曇り空、そして空気の湿度がかなり重いです。じめーっとした、空気感です。今日撮影に使っているカメラですが、昨日届いたライカ Q3 になります。やっぱりね、AF 性能良くなっている感じがしますね。まだちょっと全然使えてないんですけど、だいたい今まで、ちょっとやっぱピント、AF 迷った。で、今までのライカ Q2 だったらなかなかね、こういった場面動画撮影する時ってかなり苦しかったんですけど、というか AF も固定にしないと結構苦しかったりしたんですが、概ね今はいい感じですね。ちょっと一旦さっき迷いましたが、なかなかいい感じで撮れてるんじゃないでしょうか。で、今シャッタースピードが30分の1固定、そして 8K 設定できたので、今日は C8K に設定しています。明るさとかも今相当暗いんですけど、結構明るく撮れてますね。今これ、それでも ISO 400か。やっぱレンズが明るいからだな。それではモーニングコーヒーいただきます。これなんか液晶がめちゃめちゃ綺麗だな。まい。で、Q2 の時も液晶だとか EVF 相当性能良かったんですけど、Q3 になってさらに、良くなってるということなんですけど、確かに、すげえ綺麗に見えますね。EVF ちょっとまだ試せてないんですが、Q2 の時よりもさらに良くなってるっていうような、内容で、いろいろ紹介見てるんで、非常にこれから使うのが楽しみです。で、AF 性能も、まだちょっといろいろと試せてないので、何とも言い難いところはあるんですが、さっき、外撮影した時みたいに、結構こういったね、暗い空撮ったりする時って結構 AF 抜けたりすること、Q2 の時よくあったんですが、おおむねそれがね、解消されてるかなというような印象でした。さっきちょっと1回か2回ぐらい抜けた場面あったんですけど、あれはね、運用のやり方で、結構解消できたりするかと思うんで、そのあたりもね、いろいろ今後試していきたいなと思います。昨日、ライカ Q3 が届きましたっていう動画の中で、言ったつもりでいたんですけど、改めて見返してみると、ちょっとその部分が飛んでたんで、今補足しようかと思うんですが、実はこの、今回購入したライカ Q3 ですが、僕自身が使うために購入したんですが、動画の中ではね、ちょっと今まで多分話してなかったかと思うんですけど、うちの親父が実は今闘病中で相当ちょっと体調悪いんですね。で、その親父が、この Q3 を、使ってみたいっていうような、そういったちょっと話があって、だったらこの Q3 使ってみるということで、今回、この後この Q3 を、うちの親父が使っていくことに、なりました。で、僕自身はライカ Q2 持ってるので、Q2 を今後も使っていこうかと思ってるんですけど、なので今ちょっと撮影では使っていますが、基本的には今後うちの親父が使って、で、合間合間で必要な時にちょっと借りて使おうかなというような、そういった考えで、います。で、もともとうちの親父も非常にカメラが好きな人で、いろんなカメラ今まで使ってきていて、僕もそういった影響でね、結構カメラが好きになったというところはあるんですけど、うち親父自体は動画はもう全く撮らずに、本当に写真ばっかり撮る人なんですが、今までもライカの Q2 であったりだとか、ライカ Q も使ってたのかな、あと M10 を、使ってたりだとか、ソニー機なんかも、α1 だとかね、使ってるんですけど、Q3 をね、使ってみたいということなので、なんとかゲットできたこの Q3、うちの親父に今後ね、使ってもらおうと思っています。というわけでですね、今日は一日ちょっとこの Q3 使っていろいろ試そうかと思っているので、今日は 8K 動画、C8K ですね。シネマ 8K モードを、どれぐらい使えるか。実際に YouTube にアップロードするときっていうのは 4K に、なるかと思うんですけど、今日はこのライカ Q3 C8K で動画撮影やっていこうかと思います。11時を回りました。やっぱりね、AF 性能結構良くなってる気がしますね。
で、さっきからちょっと雨降り出しちゃったんですけど、今日ね、一応曇り予報だったんですけど、まあ今雨降りなんで、まあ、外に持ち出ししてちょっと撮影がね、やりにくいんですよね。まあ届いたばかりなので、一応防塵防滴にはなっているんですけど、やっぱり雨に濡らしたくないので、ちょっと外の撮影難しいかもしれないんですが、今ね、ここに来ています、八島の奥戸さんなんですけど、まあ用事済んだので先に、ちょっと早いんですが、お昼食べようかと思うんですが、ちょっとここからお店に入るまで、カメラが濡れそうなので、バッグなんかに入れていこうかな。昨日も少しだけ試してみたんですけど、まあ、こんな感じで自撮りしてみても、まあ、今、もちろん液晶がチルト式なんでバリアングルじゃないのでこっち見えないんですけど、あとスマホとまだね連携させてないんで、まあ、そのあたりの確認もできないんですけど、まあ、顔認識に今、AF 設定してるんでバッチリ合ってるんじゃないかな。どんな感じでしょうか。うん、いけそうな気がするな。まあバリアングじゃないんですけど、まあ AF 性能がしっかり良くなっているということと、顔認識もね、しっかりやってくれるので、まあ大体このあたりぐらいじゃないかなというところで手伸ばして、まあ自撮りしても、ちゃんと映ってるような、若干安心感があります。少し小ぶりになってきたので、今の間に行きましょう。手ブレ補正に関しては多分 Q2 の時から変わってないと思うんですね。ボディ内補正のみです。おかまー。焼き魚めっちゃうまそう。ご注文いただけますのでね。こちらにね、お刺身小鉢もご用意しております。ご覧になってくださいね。いかがでしょうか。サバがうまそう。奥戸さんに来たら迷わず唐揚げ頼んじゃうんですけど、今日も唐揚げにしました。唐揚げ3個と、あとご飯小とお味噌汁です。で、唐揚げは揚げたてなんで絶対口の中やけどするやつですね。ではいただきます。で、この塩がねめっちゃうまいんですよね。塩、うわうまそう。それではいただきます。いただきます。これ絶対熱いよね。あっこあっこあっこやば、めっちゃ熱いけどうまい。ごちそうさまでした。完食です。めちゃめちゃうまかったけど、口の中やけどしました。そろそろやみそうな感じですね。はい。で、ちょっと喉乾いたので、今ミニストップでアイスコーヒー買ってきました。おー、やっぱり AF ちゃんと来てるな。じゃあ、いただきます。あー、うま。いつものため池のそばに来てみたんですけど、もうそろそろね、雨やみそうなんですが、風がね、なんかすごいことになってきた。結構吹いてますね。こうさっきお店のところでは特に気にならなかったんですけど、この池そばに来るとめちゃめちゃ風吹いてます。で、今まだこれマイク風防を Q3 には装着してないので、もう素のまんまなんですけど、まあ風切り音どれぐらい乗るかっていうのもね、ちょっと試そうかと思います。というわけで外に出てきたんですけど、風がやばい。で、確かね、風切り音今これオンにしてる状態です。さあ、どれぐらい乗るかな。はい、ちなみにこれ正面に見えてる八島ですね。八島、雲かぶってる。水面見てもらえばわかるかと思うんですけど、結構風強いです。で、今ね、風こっち側から吹いてくる状態なんですけど、めちゃめちゃ吹いてるんですが、まあ、風切り音、どんな感じでしょうかね。Q2 の時はね、なかなか音質良くて、風が結構強くても、使えたんですけど、Q3 ではどうかな。まあ、あんまり多分ね、設定とか変わってないかと思うんですけど、ちょっとそのあたりもね、編集時に確認したいと思います。28ミリ画角だとやっぱちょっとね、狭い気もしますが、はい、18時を回りました。本日終了です。さあ、それではいただいちゃいましょう。宝の焼酎ハイボール、今日はレモンです。いやあ、すっかり雨も上がって、今日この後、明日明後日週末にかけて天気めちゃめちゃ良さそうなんですけど、30度超えにどうもねなりそうなんですが、この3連休今度四国大会、高校生の四国総大会開催されるんですね。まあ、今回は、割り当てで、香川県がまだ、開催地になるんですけど、3日間お手伝いまた行ってきます。さあ、それでは本日も一日お疲れ様でした。うまい。まあ、この梅雨時期の、大会運営なんですが、まあ、例年だと大体梅雨時期ね、結構雨での
日が多いんですけど、まあ、今年の四国大会、四国総体は天候にどうも恵まれそうですね。ただめちゃめちゃ蒸し暑くなりそうなんで、選手の皆さん、まあ、とにかく体調管理気をつけてしっかりいいパフォーマンス出してほしいと思います。はい、で今日は、昨日届いたライカ Q3 で動画撮影、まあ、Vlog 風に、撮影してみました。で、まあ、まだまだ試したいこといろいろあるんですけど、とりあえずはまあ AF の、AF 型はどれぐらい、まあ良くなったかだとか、あと暗所性能だとか、手ブレ補正、あと風切り音なんかもね、ちょっと試せたんですけど、まあ、まだまだ、いろいろやりたいことあるので、これからも少しずつまたこの Q3 使っていこうかと思います。はい、というわけで本日以上となります。また感想とコメントいただけると非常に嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。